皆さん、人生においてラブコメあるあるとは一体何なのか、ラブコメだったら次はこういう行動をするんではないか、そう、それが容易に想像ができてしまう、それはラブコメマスターということで、今回はラブコメあるあるというスマホゲームをやっていきましょう。それではレッツタイプ。一体どんな感じなんでしょうか。強風のハプニング、いやもうなかなかですね、私の中思いつくのは何かが見えてしまう感じでしょうけどね。さあ、強風のハプニング何が起こるのか、間違いなくやはりスカートでしょうね。当日は強風が吹き荒れる天候だった。強風で倒れてしまったものは何か、俺自身の理性と言いたいが、こうまずはこれ正解。この中、女の子の何とも言えないこの表情がなかなか何かを感じます。良くないですよこれは。NEXT、 強風で植木が倒れるほどだった。もちろん他にも被害があった。そう、 P の被害がね。 OK、 NEXT。 さあ、強風による被害を最小限に抑えることができた女子高生はどっち。今回はこっちでしょうね。なぜなら風によって見えていないから。いや違ったのか。もう一度 OK。 どうやらこっちだったみたいです。普通でした。とても何かちょっと悔しい感じしますね。彼女は強風を察知してスカートを抑えることでスカートがめくり上がってしまう事態を回避することができた。おまけに髪型の崩れも抑えることができた。細かすぎ笑った。では強風で悲しい状況になってしまったのは左の女の子でしょうね。強風で目に入った目にゴミが入った彼女は思わず手で顔を覆った。その瞬間スカートがペラリンチョですね。これはうわ、この恐怖の中ラッキーな思いをしたのは誰も、そう、一目瞭然、この男の子。正解、間違いないでしょう。解説、公園で遊んでいた男の子は運よく女子生徒のスカートがめくり上がった様子を目撃してしまった。一方見られてしまった女子生徒は子供ならいいかと諦めることにした。今後この少年が何か悪いものに目覚めなければいいんですが、本当に良かったのでしょうか。生徒、寝技のハプニング、どんなハプニング、もう全くわけわかんないんだけど。さあ来ました。さあタップした変化、いや何の変哲もないですね。女子高生が、寝技の練習を教えてほしいと言って、多分柔道部の主将かなんかが、じゃあ俺が今から教えてあげるよっつって教えてくれてるんでしょうか。さあさあ、どうなったか。来てしまった。この日は部外者が道場にやってきていた。それはなぜなのか。さあ、これは新入生募集のこれですね。間違いなく。はい。チラシが入っておりますからね、ここで。柔道部の体験入部が開催されていた。女の子はイケメンの先輩いると聞いてやっていた。下心見え見えだぞ。これ良くないですね。これは本当に。もしかしてこれは男の子がラッキースキルじゃなくて、女の子がラッキースキルなパターンもあるのかもしれませんね、今回は。クッション。強そうな先輩は、これの中から好きな技をかけていいよと自信満々に言った。これとは。寝技で勝つのを多分だからでしょうね。寝技で勝つという柔道の競歩を見ながら技をかけてみよう。きっとそういうことなのだろう。女子生徒がかけた腕肘十字固めはかなり効果的だった。どこを見ればわかるか。間違いなくこの男性の顔でしょうね。いやらしい顔をしております。間違いなくこいつは。答え、先輩は技にかかりながら少し照れていたが、かなり効いていて苦しんでいる。いやこれは苦しんでない、喜びのと優越の表情です。これ間違いなくいやらしい顔だこいつは。本当に実は女性とは柔道経験者だった。柔道を持参していたことがわかる部分は、これは間違いなくこのカバンの中でしょうね。間違いなく彼女はスクールバッグの中に柔道着を持参していたのだ。ちなみに彼女は黒帯、先輩は紫の帯、実力あるのはなんと彼女の方だった。いやそうなんですよね、彼女の方だったんですが、
と先輩は腕ひしりで胸を当てられて喜んでしまっていたんですね。くー先輩、いやらしいですよ。やめましょう、こういうことは。さあ、今回一体どんなところでしょうか。まあ、今回はスリッパでゴキブリを叩こうとする強気な先輩とゴキブリがとても苦手な後輩といった図でしょうか。さあ、この絵柄から一体何が起こるんでしょうか。早速でしょう。さあ、そして起こりました。事件が今抱きついてましたね。会室に隠れていた小さくて黒い嫌われ者の生き物とは間違いないこれでしょう。ゴッキーです。茶羽のゴキブリだ。そう、通称茶羽ゴキブリ。間が悪いことに急に飛び立ってしまった。これ怖いですかね、本当にね。リアルに飛んでくるとマジで怖いです、ゴキブリに関しては。ゴキブリの素早い動き驚いた結果、女子社員が手にしていた唯一の武器はどうなってしまった。どこかへ飛んでしまった。そう、あのスリッパね。スリッパは女子社員の手から手を離れて飛んでいってしまった。そう、なくなってしまったんですね。ということで、一番の怖がりだったのは誰？まあ、先輩ですね。これに関してはね、先輩ではあるんですが、いや、ちょっとすいません。最初怖がって後輩の顔がですね、ものすごくいやらしい顔をしてるんですね、この後輩ね。とんでもない顔ですよ、これに関しては。女性社員は、ゴキブリの姿に踊りて、隣にいた男性社員に立ちついてしまう。これが本当のラッキーゴキブリ茶羽チャンス。男性社員はなぜ満足げ？くー、これを聞いてきますか。さすがちょっとエッチなあれですね、スマホゲームといったところでしょうか。今回は、まあ、これでしょうね。もうとんでもないものが顔にぶつかっていますからね。これに関しては女性社員に抱きしめられて胸が当たってとても幸せな気分だったそうです。この後男性社員はこの女性社員に股間を蹴り上げられてしまいます。彼は一番の被害者かもしれません。すいません、私男性の側から意見が言わせてもらっていいですか。抱きつかれてね、ひひょーってやってもね、股間を蹴り上げられてしまう痛みと比べてるとですね、全てがどうでもよくなります。はい、股間を蹴り上げられる痛みっていうのはもう本当に死ぬほど文字より痛いので、たまったもんじゃありません。なので、女性の方はね、蹴り上げないように、そしていたずらでもね、友達の股間を蹴り上げてやろうなんて思わないようにね、してください。ステージ4、高波のハプニング。これはなんとなく私今想像つきました。今回はいや来ましたね。もう水着が小さいのよね。もうさすがにこんなの誰でも見ちゃいますよね。男性の方もね、後ろがこうチラッて覗いてますけどね、いやこれは見ちゃいますよ。はい、アクター、おっと、海岸に突如として大波が押し寄せた。この波に飲まれて転覆してしまったものとは。男性の理性と言いたいんですが、今回は水着が取れてはいるんですが、まあ、正解のここでしょうね。ボーンとですね、今回に関しては大きな船のせいでカヌーが波に飲まれてひっくり返されている。漕いでいた人は無事だ、一安心。さあ、一安心ではあるんですが、安心できないところもありますよね。間違いない、これは大波によって流されてはいけないものが流されている。それは何だろうか。ビキーニですね、ここに関しては。これはダメですね、流されては。誰かが身につけていたビキーニが高波の衝撃外れて流されたようだ。一体誰のビキーニなんだろうね。目の前流されたビキーニの持ち主は、そう、この金髪か茶髪かちょっとわからない、ロングのね、ふわふわ外羽の髪型のこの可愛らしい女性でしょうね。これに関しては流されたビキニの持ち主は彼女だった。彼女は男たちの視線を浴びながら手ぶらでビーチにいる女友達のところまで逃げていった。いや逃げちゃうよね、さすがにこれは。その様子を間近で見てしまったわけな人物は一体誰なのか。そう、この顔を明るくている
この男性ビキニが流される様子をすぐそれ見てしまった男は見ていないふりをしてその場をしのいだ。なんというラッキースメ、こんな場面に遭遇してしまったら私は足が震えて二度と立てないかもしれません。皆さんも海に行くときはビキニが流されるように注意してください。そして男性の方はビキニが流されるのを見てもガン見しないでください。もしかしたらあなたのことを警察がガン見しているかもしれません。ということで今回は4問やったんですがどうだったでしょうか。ラブコメあるある、確かにラブコメあるあるなんですがリアルだとまずありません。夢を見るなと言ったところなんですがこれはあくまでラブ&コメディなんで皆様こんなことが起こると思われください。それでは今回紹介したのはラブコメあるでした。またよかったら見てください。ミントスでした。またね、バイバイ、 See you。